はいどうもこんにちは、たくみ TV です。片手バージョン、日本選手権まであと13日になりました。いや、いよいよ迫ってまいりました。ということで早速ね、たくみトピックに入りたいと思います。次、たくみトピック。おいし、昨日ですね、シーズンインのレースがありまして、久しぶりのレースだったんですが、レース前の合宿地でのレースに向けた目標とレース動画まとめました。ぜひご覧ください。どうぞ。はいどうもこんにちは、たくみ TV です。はい、決まった。バチバチ。今日のメニューは、今日のメニューは403本ですね。403本。はい。でペースは、ペースは見て突っ込んでよ。笑っ。あ、たくみ TV 初めてです。普段たくみさんと一緒に練習させていただいている新田と申します。復帰からどれぐらい経ったっけ？1ヶ月経ちました。1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらいです。驚異的な立ち上げで戻ってきて、1回ではただ移動中携帯落として、携帯が粉々に粉砕されて落ちて、また上がってきたっていう。天井と、もうそこバウンドしてる感じの。上がった時は何が起こったんですか？スパイク履けるで嬉しくて、バイクとかも2人っきりでやってたんです。一回競輪選手を目指すっていう。いろいろ紆余曲折あってありました。ここまで戻ってきた。なんとか。感動的だ。日体大に向けて手応えはどうですか？手応えはまあいいとこまでは行くんじゃないでしょうか。お、目標設定通りぐらいには行くと思います。ズバリ目標タイムは、言っちゃうか、1分51秒を切る。51切り。それはコーチの OK は出るんでしょうか？出ないよ。出ない。出ないよ。1分50秒切ることにしました。今仲間たちが50切りで。50切りで。だって今日の52で行って58で帰ってくればと言われたらいける気がしてきました。400m トラック2周走るだけだから。2周走ればいいんですね。2周走ればいいだけです。なるほど。1周じゃないよ、2周。あ、2周走ったら800なんですか？そうです、そうです。金なったら終わりなんです。いや、金なってもう1周するから。なるほど。2周ぴったり、ぴったり終わり。あとタイムパッと早ければいい。ゴールした時は自分で言うんですか？ゴールしましたって。いや、もう何も言わなくていいです。何も言わなくていい。係の人がパッと判定するんで。なるほど。一塁はどこにあるんですか？あ、一塁はですね、野球じゃないですね。野球じゃない。オフサイドとかあるんですか？あ、ギリギリあります。ラケットってどっちで持ってるの？左だね。左で持って走るだけど行き過ぎるとオフサイドだから。あで先に2塁行っちゃダメで、2塁行っちゃダメ、1塁行ってから2周です。じゃあとりあえず以上です。とりあえず以上。とりあえず以上。とりあえず以上です。はい、ということで、レースの動画になります。自分はスタート6レーンですね。ペースメーカーが横田さんが直前にペースメーカーすると言ってくださって、ペースメーカーを務めてくださっています。横田さんが今白色のユニフォーム先頭ですね。僕は今 1,2,3,4,5,6 番手ぐらいですね。で今6番手から5番手前から5番目にいますね。200の通過 でちょっと場所取りがうまくいかなくて、今4番手まで上がってきました。でこれで300通過しましたね。ここの直線で前行こうと思って、ちょっとレーンの外側に広がるんですけど、行ききれずに外側のまま400通過します。この時先頭で52秒ぐらい、まあ、ぴったりですね。さすがです。ここで500地点で
後ろが空きます。横田さんとベース、横田さんの後ろが空いて山中くんが入ってくれたので、そこに後ろにつく形で入りました。で、600の通過が80秒5だったそうです。神ペースで、山中くんが逃げてたところをラスト150横から行って、ラスト100を迎えます。ここでちょっと時計が見えて安心したのか、けどもう一回行くなと、もう一回行けるなと思ってギアを変えますが、もう一つ行きたかったところであります。はい、ということで、1分48秒84ということで、シーズンベストです。ありがとうございます。まあ、1本目なんでシーズンベストなんですけど、まあ、率直な感想といたしましては、すごい嬉しかったです。久しぶりに試合を走れたこともそうだし、まあ、走り終わった後いろんな人から連絡をもらって、その結果を喜んでくれる人がたくさんいるんだなっていうのをすごい再確認できて、まあ、走ってよかったなと思いました。この数年間辞めることも選択肢にあったんですけど、まあ、悩んでまだ諦めたくないなと思って、まあ、横田さんに話をさせてもらって、約半年チームに入って、まあ怪我もありつつなかなかうまくいかない時期がやっぱ長かったんですけど、まあ、変化が自分の中でも実感できて、それが数字になって出てきたのはすごく安心してます。で、まあタイムはまあ嬉しいんですけども、日本選手権で戦うことを考えるとまだまだ物足りないので、ここから2週間しっかり練習してできることやって、ベストの状態で試合に臨みたいと思います。応援よろしくお願いします。それでは皆さん、今日も素敵な一日を過ごしてください。カタバナイスデイ。はい、カタバナイスデイ。ナイスデイ。ありがとうございました。